マリアは、新約聖書に登場する女性。イスラエルは、エルサレムの近郊、ベタニアに、弟ラザロ、姉マルタと共に暮らし、イエス・キリストと親しかった。2021年、カトリック教会は、マルタの記念日である7月29日に、マリア、ラザロを加えることを発表、遅行した。イエスが彼女らの家を訪れたとき、 迎えた姉マルタが接待のことで忙しくしていたのに、対し、妹マリアはイエスの語る言葉に聞き入っていた。この姉妹の態度の違いは、伝統的に活動的生活と感想的生活を表すものであると考えられてきた。教会、特に修道の伝統の中では、感想的生活を重視する論述がなされるが、マイスター・エッカハルトは、 その説教の中で活動的生活を通して神に奉仕するマルタの態度をキリストはより良いものとしてよし見したとする独自の解釈を提出している。また、東方教会においては感想的生活と活動的生活はそれ、自体において優劣を持たないが、マルタはマリアに対する不平を述べた点で誤りを犯したとする理解も見られる。またあるとき、 マリアはイエスの足に交友を注ぎ、その足を自らの髪で拭った。この話は類似のエピソードの合成によるものかもしれない。この行為はイエスがキリストとして祝福されること、あるいは近く来たるべき早々を暗示する。実際のイエスの早々にはマグダラのマリアが行為を用意したことから、ベタニアのマリアとマグダラのマリアはしばしば混同もしくは同一視される。 591年グレゴリウス一世は、ベタニアのマリアとマグダラのマリア、マタルカによる、福音書に登場する、罪の女を統一人物とした。この理解は、西方教会カトリックでのみ支持され、プロテスタント、正公会、及び、東方教会の全宗派では、受け入れられずに終わった。このマリアとマルタの話を解釈した説教は、田島テルヒサ編訳。 エックハルト説教集では、説教86と紹介されている。この参照番号はクイントによる現代ドイツ語訳の全集と同じである。一方、ファイファーでは、説教級となる。冒頭に、ラテン語で、イントラビットジェス・スイン・クアドダム・カステロム・エトセトラというルカによる、福音書10時38分 -42 からの引用が掲げられている。 以下の記述はすべてこの田島わけに準拠する。マイスター・エッカハルトは、マルタの主よ、彼女に、私の手伝いをするように命じてくださいという言葉を、マルタが不機嫌になってそう言ったのではなく、むしろ愛から出る行為にかられて、いわば愛の叱責としてそう言った、と解釈する。すなわち、マリアがイエスの元に座って、慰めに満たされていると、 自分の望むことなら何でもできるかのように思い込んでいるが実際にそうであるかをマリアに悟らせてやってくださいという意味とする。また同じ説教の別の箇所ではマルタはマリアが歓喜と歓美さのうちに立ち止まるのではないかと心配しそうならないように願ったと解釈している。また別の箇所ではマリアがただ歓喜によって そこに座ってばかりいないで、それを本質的に自らのものとするために生きることを学んでほしい。そうしてマリアが完全なものになるように立てと命じてくださいとマルタがイエスにお願いしたのだと解釈している。そのようなマルタの願いは彼女の円熟した魂の奥底から出たものであった。それゆえにイエスは必要なことはただ一つだけであると答えたのである。マイスター・エッカハルトは この説教の中で、マルタをマリアより成熟した女性としてより高い評価を与えている。マルタが演熟した年齢と極限にまで鍛え抜かれた根底を持っていたとし、長く生きることは最も高貴な認識を送ってくれると、たたえている。また、イエスが、マルタ、マルタと二回名前を呼んだ意味について、一度目には、時間的働きのうちにあるマルタの完全性を示し、二度目には、 永遠なる重複のために、マルタが必要なもの全てを持っていることを示したとする。すなわち、マルタが、時間的善と永遠なる善のすべて、つまり一個の非造物が所有できる、一切のものをことごとく備えていた、と完全に近い評価を与えている。また、マリアがマリアとなる前に、マリアはまずマルタであった、なぜなら主の足元に座ったとき、マリアは、マリアではなかったという一文が出てくる。 これは意味が通らないが、田島わけでは直後にという解釈を挿入している。この解釈は、この後の論の展開で、マリアが学校の一年生に例えられているのに対し、マルタはすでに完全に本質的なあり方に立っていたという、対比、またよく鍛えられた体を持ち、賢明な教えに従順になってこそ、初めて私はこれをマリアと名付けるといった記述から、 その妥当性が評価できる。このように、マリアは未熟であり、マルタは成熟している、といった構図の評価が繰り返されている点に、マイスター・エック・ハルトの意図を読み取るべきであろう。最後に、イエスがマルタに対して、あなたは思い悩んでいると言ったのは、あなたは多くの事物の傍らに立っているが、決して、それらの事物があなたのうちにあるのではない、という意味であったと解釈し、 特に重い悩みの中途、傍らに立つことの際に特に注意を促し、詳細な議論を展開する。結論として、重い悩みの傍らに立つとは、マルタがマリアのように精神的闘水のうちで自分を甘やかすことなく、魂の会の書力を用いて、苦労と煩わしさとの多い仕事に身をもって当たったことを、指している、とまとめている。ありがとうございます。